助手くんの前だけなら初音さんのポーズはもう完璧だね。はい、コーチ。って違う。でも確かにまだまだ改善の余地はある。助手くん、いやコーチ、ご指導をお願いします。師匠のおかげで新しい魔法が使えるようになってよかった。こうなると他にも種類を増やしたいところだね。どんな魔法があればいいのかな。なるほど、助手くんがおやつを懐に隠していることも簡単に見抜けるね。その顔は図星かい。投資などなくてもこれくらいはね。というか口元に食べかすがついているよ。取ってあげよう。しずるさんとは違う全く別の邪悪な力ね。やれやれ、魔法少女の務めは続くというわけか。探偵という本業があるのに迷惑な話だよ。そんなことはない。私を見透かすのはやめたまえ。最初は嫌だったけど気づけば魔法少女も悪くないと思っていたよ。このことは二人だけの秘密にしてくれたまえ。まさか魔法少女になっちゃうなんて。この姿はギルドのみんなには見せられないよ。推理するまでもなく、かすみはんも魔法魔法王国デビューだすとか言いながらいろんな服を着せてくるのが目に浮かぶよ。もう可愛い系の服は勘弁してくれ。思ったんだが、なぜ魔法少女は私たち2人だけなのかな。このランドセルには個性的な人材も多いのだし、もっと魔法少女がいてもいいと思うんだけど。私にそれがあるとはいまいち思えないのだが。いや、私に愛がないとかそういう意味ではなくてね。ないわけではないのだよ。しずるさん、すごい人だったね。その、改めて聞いてもいいかな。彼女は普段、どんな人なんだい？その言葉を聞くに本当に仲良しみたいだね。だったら私はしずるさんとは逆に妹になってみようかな。お兄ちゃんなんて。忘れてくれ。
回はなんとかなったけど、私はまだ魔法少女らしさを完全に理解できていないと思うんだ。だから女子くんの知る魔法少女らしさを教えてもらっていいかな。これ以上恥ずかしいポーズをしろというのかい？さすがにこれ以上は無理だよ。え？見本を見せてくれる？女子くんの前のめりなところ、素晴らしい美徳だよね。そういえば、私たちはモーラ君のことをあまり知らないけど、そもそもあれはどういう存在なんだろうか。え？魔法探偵ミスティーカスミー、魔法の力で操作開始。なんで今変身させたんだい？君、何も考えてなかったでしょう。何も考えずに、なんとなくで変身させたでしょう。あの時女子くんが私に力を使わなければ魔法少女にならなくて済んだかもしれないのに。そこは今論点じゃないから議論する気はない。とにかく女子くんはもう少し人の気持ちってものをだね。女子くん、変身の最中のことは自分ではわからないんだけど、やっぱりそのしおりさんと同じ現象が私にも起きているのかな。なぜそこだけを強調するのかな、女子くんは。今すぐこの場で今まで見たことを忘れて